トムウィルスボール。ラグビーボールのように楕円形だが、一回り小さい。オーストラリアンフットボールは、楕円球形のボールを用いて1チーム18人の2チーム間で行われるフットボールである。日本でオーストラリアンフットボールを統括する一般社団法人日本、オーストラリアンフットボール協会によると、オーストラリアで最も人気のあるスポーツの一つであり、オーストラリアではフッティー。 オージールールズとも呼称される。また、日本ではオージーボールとも呼ばれる。インターナショナルルールでガーのアイルランド代表チームとの国際親善試合が実施されている。競技は冬にクリケット競技場で行われる。1858年にメルボルンでトム・ウィルスによって始められた。オーストラリア国内ではラグビーリーグ、クリケットと並ぶ人気スポーツで、 オーストラリアの主要な冬のスポーツである。特に、オーストラリア南部や西部で盛んで、シドニーやブリスベンにもプロチームがある。オーストラリアンフットボールの運動場オーストラリアンフットボールの世界大会で3年に1回、オーストラリアメルボルンで開催される。ありがとうございます。